ここに大きな袋があります。これがイカの胃袋ですね。で、あともう一つ見てほしいのは、ここのエラの基部。エラの基部のところ、ちょっとこう、ブヨッとした茶色いこう袋があります。これがですね、エラ心臓って言って、エラに血液を送るための、まあ、袋なんですね。で、これは両方にあるんですけど、こっちが先取った時に潰れちゃって、ここにこう、残りみたいのがありますけど、両サイドにエラ心臓がある。で、あともう一つ、この下側に本心臓、本当の心臓がありますんで、よくイカやタコっていうのは心臓が3つあるというふうに言われるんですけど、それがエラ心臓が2つ、それから本当の心臓が1つということで、3つの心臓がある。で、本当の心臓どれかっていうとね、ちょっとね、皮をですね、これをちょっと切ってあげて、今ここにエラ心臓ありますね。これが本当の心臓です。わかりますか、これ。これが心臓です。これがさっき言った外動脈の方に行く大きな血管ですね。これが本心臓から血管を出して、こちらの方に。今度この下側の方には、今度こちらの体の頭の方に行く動脈があるんですけど、それは今ここでは見れないですけど。で、ここの、今、取ってみると、よいしょ。ここに白いポチポチポチってあります。これが人間でいうとこの膵臓です。ですから消化器、消化液をここで作ってるんですね。で、今度、ですね、直腸をちょっと取っていきましょう。直腸の、まあ、肛門を持ってですね、直腸を墨袋と一緒に、墨汁のと一緒なんですけど、これが取れちゃうと、ちょっと待ってください。墨汁のが破れると、ちょっと嫌なんですけど、そうですね、これ墨汁のと一緒に結構しっかり伝わってるから。よいしょ。これで取れてくれると嬉しいんだけど、墨汁の横にですね、この直腸が走ってますから、今墨汁のを取っています。で、墨汁のというのは割と一つの袋なんですね。今ちょうどここの最後の、これがここのところで、今これが肛門ですけど、肛門のところに墨汁のがついてるっていうのが分かると思います。でも、墨汁のを取ります。よいしょ。これが墨汁のですね。綺麗な 墨汁のですよね。直腸がこれできます。さっきうんちが溜まっていた。そうですね、うんちの溜まってた管ですね。で、まだここずっと溜まってます。で、これが膵臓。膵臓がこうちょうど、まあ、消化器官の中で、消化液を出す、器官なんですけど、これが、この毛嚢の中、毛嚢、それから、この胃袋の方につながって、消化液を出してます。で、直腸をずっとつながって取りたいんで、よいしょ。肛門までは2本に分かれてあ、これがね、血液、これ違う、これはね、膜です。この、直腸を包んでる膜なんですけど、今直腸だけになりました。で、ここのところで、さらに、どうだろう。よっ。
切っちゃった。直腸切っちゃいました。これがこうついてました。はい、残念。そんなのにめげてても困るんで、じゃあちょっとラフに。この膵臓がよく発達してて、ちょっとね、中が見えなかったんで、つながってるところが。よし、ここまでいいね。で、今見たのがこれですね。ここのところにつながってたんですけど、この茶色いのがみんな、まあ、うんちになるところですね。で、これが、ちょうどここの、これ毛嚢って言いますけど、毛嚢の中にこれが入ってました。消化物ですね。で、これを、取りにくいかな。うん、結構だから結構ね、老廃物、まあ、こんなに溜められてたんですね。つながってましたね。それで、先ほど言っていた、ここに心臓が出てきました。はい。これが本心臓。これが本心臓ですね。で、本心臓とこれエラ心臓がこうほぼ横につながってるっていうのがあった。で、この下側にまた血管。これ見えますかね、血管。見えるかどうか。よいしょ。この太い動脈が、この体の前方に向かって血液を出してます。これですね。わかると思うんですけど。これ後で撮りますけど。ですから、心臓は、上方、まあ、こちらの外動脈の方に血液を送るのと、この内臓から頭に向かって血液を出すという上下に血液を出している。はい、イカの場合は、一心室、二心児という、はい、人間は二心房、二心室っていうふうになって、四つになってますけど、それはちょっと簡単なんですけど、ちゃんとした心臓の構造を持った血液を送るポンプがあるというのがわかると思います。今度ですね、これを、今、この内臓を包んでる袋ですけど、これをどうしようかな。どうしたら分かりやすいかというと、しょうがない。がっちりやりましょう。これでちょっとですね、頭を持って、外頭膜から内臓を外します。まあ、皆さんのこう普通の時はこう全部ピッとやって捨てちゃう人多いんですけど、こうやると、外頭膜と内臓が離れます。で、これ裏側にしてみましょう。背側です。背側にすると、今、さっきあった、これ胃袋ですね。胃袋が、今ここに、食道となって、頭の方に戻ってきます。この黒い線も、これも食べたもの。そうですね。ですから今、ひっくり返したんで、今度これが食道ですね。はい、食道がこっち行ってるんですけど、食道にもまだこう物が詰まってるという。で、これがさっき言った心臓ですね。みんなその器官が膜に包まれてますから。膜が邪魔するんですけど。よいしょ。切っちゃうか。で、胃袋があって、これさっき言ったこれが血管です。あ、心臓ですね。はい、で、心臓の下に行く管がずっとこの下まで来てます。はい、でこれをですね、さらにこう、たどってきます。これでひっくり返しますね。よいしょ。そうすると、よいしょ。これは今首の部分。そうですね。今首の部分が開けてますけど、このちょうど。よいしょ。
かるか。ちょうどですね、肝臓の上をですね、上というか肺が、背中側を、今度胃袋がこれ、あって、これ、ちょうどこの血管のところ、下側、ここに食道がずっと走ってます。これでどこまで来るかというと、今開けてきた、この先までずっと食道なんですね、ここ。ここまで来てるのがわかると思います。この色がちょうどついてますよね、ここの管。はい、これがずっと、これが食道です。胃袋があって、胃袋に向かって、こうずっと食道がこう来て、さっきはこの後、この下に、この直腸が来るんですけれども、はい、よろしいですか、これでは、はい。で、ここまで来たら、どうもこの頭の中入ってるんですね、この食道が。今度、はい、さっき言ったようにイカの口はここにありますから、この食道が口までつながらなきゃおかしい、はい、そうするとどこに口が食道がつながってるのか、ちょっと頭を切ってみましょう、はい、そうすると食道、いや見えますね、これで。ここからずっと口があって、口から食道がずっと肝臓の背中側を通って胃袋まで来ます。はい、これ別ね。で、胃袋から毛嚢を通して最後に直腸の方につながって、ここで、これがこうつながって肛門になると。ですから人間と同じように口から始まって食道、そして胃袋があって、まあ、毛嚢っていうのが人間でいうところの、まあ小腸っていうぐらいにあたりますね。栄養を吸収する部分。そして直腸につながって最後は肛門から出るという。人間と全く同じような消化器を持っているというのがわかると思います。ああ。大丈夫か。よいしょ。で、これが口、はい、口からずっとこれ食道ですね。これが胃袋につながっている。これでね、口腔って口の玉って我々言うんですけど、はい、本当筋肉のこの塊ですね。ですからすごく力強い、力のある口なんです。この上顎と下顎をこの筋肉で動かしてるんですね。で、これを、もうちょっとだ、ね、よいしょ。いいですか。こうやってみて、こっち側が下顎です。これが下顎。こっちが上顎。はい。ですから、こっちが下顎が、これが、腹側ですね。はい。こっちが背側にある。ですから、まあ、もうちょっとね、わかんなくなったけど。で、これがね、どういうような格好をしてるか。言うと、これちょっとですね、よいしょ、よいしょ、これが化学です、はい。で、この化学っていうのは形態がですね、結構複雑で、まあこうウィングってよくつったり、あるいはまあクレスト、まあ音がいとか、いろんな名前がついてるんですけど、これで種類がかなりわかります。ですからこれが胃袋に残ってると。スルメイカを食べてるなっていうのが分かる。ちょっとこれ一つください。両額はどういう格好してるかっていうと、はい、ちょっと科学とは全くまたちょっと違う格好しててですね、よいしょ、こんな格好です。ね、ウイングがあんまりないんですね。はい、ですから上額と科学ってのは一目で分かります。ただこれがうまくできてて筋肉で引っ張りながらこういう格好で肉を噛み切るんですね。カチカチと。ちょっとなかなか指ではできないですけど。これをこう噛み合わせて肉を噛みちぎる、はい。さらにですね、この口腔の中、
これがイカの下ベロ、下になりますね。まあ、さっき高級、上顎と下顎があったんだけど、この内部、これが下です。ちょっと汚いんで、ちょっと見ましょうか。これがまあ食道ですね。さっきからずっと言って。下ベロの先にですね、これ下なんですけど、下の先にこう、ちょっと茶褐色のものがあります。これ取るとこんな格好で取れるんですね。これが下の食道につながってるんですが、この上に非常に細かい歯が入っている。でね、これ顕微鏡で見ると、本当に、なんつったらいいかな、大根おろしのおろし金みたいな形。ですから、イカの場合は、この口で噛み切った、上顎、下顎で噛み切った肉片を、これでさらに潰すんですね。この口腔のね、この下側に、この唾液腺というのがついてるんですね。ここから唾液を出すんですね。で、口の中で唾液と食物をすり潰して、誘導食にして食べる。というのは、さっき言ったように、この食道、ここ通ってるんですね。はい、頭の中を。中。ですから、この細いところを通らないと食物が下に降りていかない。ですから、この細いところを通すために食べ物を流動食にしている。そして胃袋に送っている。で、この流動食にして送るっていうのは、はい、もうちょっと大変だなと思うんですけど、はい、頭の上に口があるとちょっと変かも。食べ物に時間がかかりそうな気がするんですけど、逆に言うと流動食にして胃袋に送りますから、消化が早い。吸収が早いってことで、逆に言うと、まあ、イカ類のですね、早い成長。それがこういう切字の特殊性によって裏打ちされているって。そういうことが言えると思います。ですから、まあ、食道からこれ見てですね、最後、胃袋から、胃袋ですね。で、これから、これだったかな。これだな。直腸と。この一つの流れの中で、さらにこの中に、膵臓があって、この毛嚢というところから栄養を、この大きな肝臓に貯めていくという一つのこうシステムですね。まあ、人間も同じように口で物を食べて胃袋で消化して、まあ、肛門で出すんです。小腸で吸収して、まあ、肛門から出すんですけど、その栄養が肝臓に貯められて、まあ、成長に使うと。いうことはスルメイカも同じですし、我々人間も同じだということで、まあ、今日これで、まあ、イカと、ね、人間だいぶ格好が違いますけども、体の構造自体はよく似ているというか、そういう基本的なところはイカも人間も同じであるということが分かっていただけたと思います。これを海岸類って言います。目が開いている、こうイカの目も開いてます。